粒子状物質の分類感染経路は感染を生じた個体や環境中に存在する病原体が未感染の個体に到達して新たに感染を起こす経路を言う。病原体によっては複数の感染経路を介して感染を生じる場合もある。伝染病をはじめとした集団感染や院内感染の予防など感染管理上は 病原体を突き止め感染源を割り出すことも重要だが何よりも感染経路を絶たなければ収束は図れない。飛沫核感染、人外感染、エアロゾル感染などがある。英語はエアボーントランスミッションであり省略して空気感染とも言う。空気感染は単に感染性を持つエアロゾルを介して電波する感染と見る立場とエアロゾルの中でも 飛沫核による電波に限定する立場がある。国際疫学会が出している、疫学時点では前者の定義が採用されていて、微生物エアロゾルが呼吸器に入ることで感染することと定義している。その例として、飛沫核感染、人外感染を挙げている。科学には、エアロゾルとは、煙や霧のように、気体中に固体、または液体の微粒子が、 分散浮遊している状態の総称。このような状態を気体という分散中立ちに、固体や液体のコロイド粒子が分散したゾルの一種とみなして、エーロゾルと名付けられた。飛沫核感染とは、感染性病原体を含む飛沫核を介して拡散するものを指す。これらの病原体は、体外で感染能を長時間維持する。空気中で水分が蒸発し5マイクロメートル以下の、 軽い微粒子となってもなお感染を保つものは長期間空気中に浮遊したままであり3フィート以上の長距離を移動し上下軌道を介して他人に感染する空中の粒子は5マイクロメートル以下であるそのため一般的に高いレベルの隔離が必要となるそのため汚染を避けるためには陰圧環境が必要となる結核、水筒、マシン、天然痘、帯状方針などは 空気感染する。これらはしばしば病棟で、院内感染を起こすため感染制御が重要な疾患である。インフルエンザやコロナウイルスなどが空気感染を起こすか、主要な感染経路であるかは常に議論がある。英語は、ドラオプレットトランスミッション。これは、咳、くしゃみ、会話などで発生する呼吸飛沫によるものであり、感染経路として一般的である。 飛沫は大きいため、空気中に長時間浮遊することはできず、通常は近距離に散乱する。飛沫粒子は5マイクロメートル以上である。飛沫による感染は、目、鼻、口などの影響を受けやすい粘膜の表面に付着した時、または汚染された表面に触れた手で顔に触った時に発生しうる。飛沫により感染する呼吸器系感染症病原体は、 インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、アデノウイルス、ライノウイルス、RS ウイルス、ヒトメタニューモウイルス、百日0日咳菌、肺炎球菌、カノウレンサ球菌、ジフテリア、風疹、コロナウイルスが挙げられる。飛沫の拡散は、サージカルマスクの着用によって軽減できる。接触感染とも呼ぶ。英語は、ダイレクトコンタクト。病原体を有する。 生体同士が直接接触することにより感染することを言う。典型的には、皮膚と皮膚の接触、キス、成功を指す。さらに病原体を含んだ土壌、植物との接触も指す。噴鉱経路については、主に間接的な接触経路とみなされるが、噴への直接接触によって感染するケースもある。伝染性のお過信など皮膚疾患。医療現場では、 MRSA などの薬剤耐性菌の伝染の主要な経路である。粘膜感染感染者の血液や体液などが目や鼻の粘膜に付着することにより感染する。感染経路は直接のものと、または媒介物を通した間接的なものがある。次の経費感染に含める場合もある。流行性角結膜炎など眼科疾患経費感染通常、皮膚は 病原体の侵入を防ぐ力を備えるが、蚊や昆虫、または犬などに刺され、または噛まれることにより病原体が体内に侵入する。寄生虫が直接体内に経費侵入する場合もある。また、早傷や熱傷により皮膚の防御機能が失われた部分から病原体が侵入する。これらを特に経費感染と呼ぶ場合がある。張り刺し事故も 経費感染に含める立場がある。回線、狂犬病、素行症、エボラ出血熱、破傷風、ガスエソなど、異原性血液感染とも、注射や輸血、歯科治療といった医療行為のほか、外傷による出血が他者の目など粘膜に触れるなどして、血液中の病原体が感染を生じる。これも、感染経路は直接のものと、 または媒介物を通した間接的なものがある。性的感染性的な接触感染である。粘膜感染と蛍光感染の側面がある。梅毒、トキソプラズマ症、サイトメガロウイルス感染症、B 型肝炎、A 図、ヘルペスウイルス感染症、性液クラミジアなど。唾液感染唾液を媒介として、唾液中の病原体が口移しや、 ディープキスなどにより感染する場合、特に唾液感染という場合もある。なお臨床感染経路分類論では、思考感染と呼気感染は、経口感染に入るが、唾液感染は入らない。虫歯菌、EB ウイルスなどで唾液感染が起きる。垂直感染母子感染、垂直電波とも、さらに次のように分類される。間接接触感染とは、 生物との接触によって伝染する経路。食品、水、生物学的製品、媒介物などが挙げられる。例えば不適切に製造された缶詰食品は、ボツリヌス菌によるボツリヌス毒素生産に適した環境を提供している。蛍光感染病原体に汚染された飲食物を介した感染を特に蛍光感染と呼ぶ場合がある。 汚染原因が糞便であれば透けたち感染である。他、飲食物自体が感染源となり蛍光感染するものに BSE がある。せ、せばえたの動物が媒介者となって伝播することで感染が成立するもの。その病原体の生活感の一環として、ベクターの体内で発育、増殖し、そこから感染する場合と、単にベクターの体表面に付着した。 病原体が機械的に伝播される場合とがある。噴光系ロスケタチ感染とも呼ぶ。また、蛍光感染の一種と見る場合もある。噴便で汚染された飲食物の蛍光摂取により感染が成立する。腸管出血性大腸菌、ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、ボズリヌス菌、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、細菌性赤痢、コレラ、カンピロバクター、リステリア、 ピロリ菌、アメーバセキリ、ノロウイルス、ロタウイルス、ポリオ、A 型肝炎、E 型肝炎、ワイル病、核血膜炎など、患者が共用する手すりや医療機器などの表面を拭って培養し、病原体が検出されればその物体が感染経路の一つであると推定する。さらに最近感染症の場合、パルスフィールドゲル電気鋭動により電子型の 近似性を調べると、水平感染の時間的順序を推定することができるため、最初に苦衆団内に病原体が持ち込まれた経緯がわかることも少なくない。初期の SARS のように病原体が同定できない場合は、有病者と健常者をまず隔離して、それぞれの行動パターンや生活背景、さらに他人との接触歴について詳細な情報収集を行う。 その中から感染の有無と相関のある因子を疫学的に割り出すことで感染経路を推定する。例、有病者から席の離れた同室者複数に発症が見られた場合、飛沫核感染が疑われる、など、ありがとうございます。